ビデオをみんなに見てもらう方法、それは結論を先に持ってきて、バッサリとビデオの尺を削ることです。それが一番です。それ今回二つの例をデモしたいと思います。これはミニカーの撮影の動画です。これ、最初の部分、最初の部分、わざと編集残してあります。で、ここでミニカーが登場しますけど、多分これミニカーで作る前に達者ある人がいると思います。 全く同じ動画ですけど、こっちの方が見てくれる人が多いですね。